明日は花垂れ公演よろしくお願いします。ディ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 、明日はね、マイハさんの卒業公演です。皆さん卒業公演でならではの特別なステージも見れるのではないかと思います。なのでぜひぜひ、当日券もあるようなので来てくださると嬉しいです。オリンピックはね終えてないですね。でもなんかあれでしょ、オリンピックあれは見たよ、なんかスケボーのなんかスケボーでなんか賞じゃないメダル取った子がなんかすごいみたいな、なんかすごいなんか人生みたいな。その子にスケボーを教えたのはなんか公園にいた人みたいな、なんかすごいやつ見ました。え、すごくない？なんかその金メダル取った女の子がなんでスケボーを始めたかっていうのが、もう普通にスケボーを始めたくてやって、そうそうそう、チコとマイハさんはカラオケボックスなんでそういう日かと思ったって。月末じゃけんやろ。ちょっともう私もカラオケボックス行こうかね悩んだんだけど、ちょっと今日朝に朝っぱらから外に出る予定があって、もう暑くて折れんやった夕方まで。こんばんは、ガモンさん、バラありがとうございます。レインボースターありがとうございます。あっちゃん、バラありがとう。達也さん、バラありがとう。ファンくん、バラありがとう。ナオトさん、タコありがとう。小ガラス丸さん、バラありがとうございます。そう、今日はね朝からまつげをギュンギュンに上げてきました。久々にねマツパ行ったんだけど、すごくない？見て、私の上まつげめっちゃ上がってない？店員さんにね、めっちゃ上がりましたねって笑われちゃうぐらい上がっちゃった。まつげ、さっきメールで送ったやつ見てください。もうすごいんで、上がり具合が、上がり具合が半端ないって。渡辺の夏希半端ないってってぐらいまつげが上がってるんで。バラありがとうございます。明日はテロップテロップ、明日は公園やゆいよ、よろしくお願いします。マイハッチさんがラスト、そうだよ。サージカルさん、だるまちゃんありがとうございます。ピノンさん、バラありがとう。無色パーマンさん、バラありがとう。ネキヤくん、バラありがとう。今日もほんまに暑かった。いや、ほんまに暑かった。明日の仕事を準備してご飯食べる、いいね。クルカンさん、バラありがとう。山の山さん、バラありがとう。
しやん、山の山さん、くまちゃんありがとう。氷くまちゃん、いやもうほんまに凍りたいぐらい氷、ギフトを凍らしたくなるぐらい暑い日々です。危なっ、歌いそうになる。マオさん GG ありがとう。ジトクさんバラありがとう。 WCC さんバラありがとう。ミキヤくんバラありがとう。そうだよ、山口県出身の先輩メンバーさんが、私たちがもう一番先輩になっちゃう。なっちゃんの可愛い笑顔で凍りつかないよ。わかる、めっちゃ今ね洞窟とか行きたい。洞窟とかで涼しみたい。広島って洞窟ないんかな。マジで洞窟ってさ、こういうこんな暑い日でも涼しいんだよ。しかも冬はあったかいんだって。なつきちゃんの愛の重さをください。北尾美優先輩がいるよって。 AKB さんにはねいらっしゃるけど、 STU にもいなくなっちゃいます。辻バカさんバラありがとうございます。寂しくなりますね。つきちゃんかわいいです。お、ひかるさんありがとうございます。マジでほんま夏バテしそう。え、花だらけ公園っていつぶりだ。ちょっと待って、花だらけ公園っていつぶりん。ブリンブリンブリン。20日、え、じゃけん10日、え、10日、いや違う、10日、11日ぶり。これは久しぶり、これは久々に含まれます。20日ぶりやから11日です。いいよ、11日経ちました。全国なっちゃん明日の公演よろしく。センターからペンライト振り、おお見つけるねん。ペンライト、私のペンライトは黄色と緑です。よろしくお願いします。いや明日のさ、ついこの間やんって、ついこの間かもしれない。私のペンライトは黄色と緑。トントン21さんバラありがとうございます。黄色とミッドリー、前葉さんのさドレス、卒業ドレス、マジであのデザインをさ、デザインを見させていただいたんですけど、すごいよ、すごすぎる。秋吉さんあばあばありがとうございます。イレブンさんタコちゃんありがとう。秋吉さんだるまありがとうございます。
しんやんさんバラありがとうございます。絶対あもう楽しみ、なんかそれを見るのも、それもドレス姿のマイフさん見るの楽しみ。でもドレス姿 見たらもう卒業されちゃうってことやから、なんとも言えん気持ちよね、ほんまに。おいもちゃん、たこちゃん、ありがとうございます。せんやんさんバラ、いきよしさん、あまあまだるまちゃん、ありがとう。イレブンさん、たこちゃん、ありがとう。生まれて初めて生誕祭見に行ったのまいほさんだった。うわ、明日ついに卒業なんだね。時の流れって早いよね。私も STU 加入して、なんか何年とかさ、結構数字にとらわれずに生きてきとったら、もう結構な年月が経ってまして、驚きです。楽しい時間あっという間って言いますからね、皆さん。ほんまにあっという間に過ぎていく。でも振り返ると一日一日が濃いです。こんばんは、イレブンさん、あわあわー、サージカルさん、あわあわ、ありがとうございます。カズさん、タコちゃん、ありがとうございます。ケンケンさん、バラ、カズさん、バラ、ありがとうございます。どんなドレスだろうね、スタイルいいから。いやマジで、あのマイハさんのスタイルの良さがもうそのまま、絶対かっこいい、スタイルの良さがもう存分に存分に存分にもう披露されるドレスだと思う。こんばんは、ヤッホー。この前のモバメでゆかりのお好み焼き屋さんの名前はわかる？あ、わかるよ。ね、五右衛門さんっていうお店です。アクア広島、アクア広島にありますの7階にあるお店です。そうだ、ぜひみんな明日広島に来るよっていう方、食べてみてください、お好み焼きを。なんか多分さ、結構みんな広島に来てくれることが多いと思うけど、あの一回原点回帰して一回原点回帰してお好み焼き食べて、マジで美味しいけん。お、了解。めちゃくちゃ気になっていて、バタバタしていて聞けずに汗汗、ぜひ行ってみてください。私はお好み焼きはうどんかそばかって言われたらそば派です。お、なっちゃん出るから8日に広島行くのよって、その時ぜひ食べてください。そうそう、あのパルコの、あとはパルコの SDU ブースとタワレコの SDU のところ、ライス頼みますかって。みんなってさ、お好み焼きと一緒にライス食べる人？え、でも確かにあるんかな、なんかお好み焼きにライスっていうさ概念がさなくてさ。でもメニューにあるんかな、ライスって。ちょっとあるかどうか分からんけど、そうなん、関西ではお好み焼き定食が普通にって、初めて聞いた。合うんかもしれん、お好み焼きにライス。食べることもあります、たこ焼き、焼きそばの時も。へえ、めっちゃ元気でいいじゃん。炭水化物はマジで生きるためのエネルギーに大事だから、いいことだよ。ご飯は食べれるだけ食べた方がいい。
炭水化物こうライスとビール頼めるだけは頼みたい。いいね。家ではお好み焼きに焼き飯。あ、ちょマの手が危ない。くるみにマの手が襲いかかるとこだ。そう、何かがもしゃもしゃ動いて、モフモフの間の手が。こちらはもずくでございます。もずくのようにもじゃもじゃしているので名前はもずくです。なんかさ、こう見たらめっちゃ大きく見えるんだけど、なんで、なんでだろうね。君なんか大きく見えるよ、とても。そう、なんかめっちゃさ茶色増えたよね。なんかね、黒もずくって名前つけたのにだんだんもずく色の部分がさなくなっていきよんよ。茶色いなんかタヌキみたいになっちゃうかも。そう、髪の毛伸びたでしょ。でもヨークシャテリアってなんかもともと毛を伸ばすあれだから、あれなんだけどらしいけど、でもカット行きたいですよ。犬種はヨークシャテリアとチワワのハーフミックス、ハーフ&ハーフ。タヌキに飼い目せないか、ほんまにあ、沖縄のもずくって言えば確かに、なんか沖縄のもずくってちょっと茶色い。コロメピンチ。確かに関東の焼きそば定食はご飯も味噌汁もなかったなって。関西限定らしいよ。そういえば、え、そう、かき氷のみぞれって何なの、みんな。そう、これメールでさみんなに聞いてみたんだけど、何なのかき氷みぞ、なんかみぞれかき氷を頼み出したらすごい、お、なんか大人だなって思う。ベベベベーン、ベベベベーン、ベベベベン、ベベベベン、ベベベベン、ベベベン。ティーデ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 ィー。透明なやつよね。なんかその透明なのよね。砂糖蜜？あ、そういうこと？砂糖水やけん透明ってこと？あ、じゃけ甘いんか、ちゃんと色がないだけ？なるほど。だってなんかかき氷のシロップって同じ味って言うやん。じゃあさじゃあめっちゃさ体に着色料とかが ノンフリーってこと？ノンフリーっていうか着色料がフリーってこと？世間なんか大人がよく頼むんかな。え、なんか みぞれ かき氷屋さんに行ってみぞれをなんか頼める余裕ができたらすごい確かになんか氷を楽しんでる感じ。なんかあのかき氷のシロップの甘みを楽しんでるんじゃなくて、なんか氷を楽しんでる感じがあって、めっちゃ大人。ウィキペディアにはかき氷に蜜をかけたものとあります。そう、この前行ったそのかき氷屋さんがみぞれ練乳っていうのがあって、なんかめっちゃ美味しそうじゃない？かき氷にみぞれがかかってて、それに練乳がかかってて、シンプルで美味しそう。
この前子供たちに振る舞った。おお、かき氷職人じゃん。食べたい、私もかき氷。みぞれ美味しいよねって。なんかいいな、なんかみぞれのみぞれのかき氷の美味しさ知っとるのなんかいいな。私もうあのいちごミルクでって感じやもん毎回。もずくちゃんくるみがかなり気になる。そうてかもう部屋にくるみがいっぱいで、もうほらここにクッション、はい、一くるみ、はい、ウェットティッシュ二くるみ、3背もたれのクッションくるみ、3くるみ、そして4くるみ、そしてなんとなんとじゃーん、じゃーん、もっちゃんのベッド、もっちゃんのベッド5くるみ、イエーイ。このねソファーの空間だけでも5くるみ揃ってます。チェーン、みんなのおかげ、チェーンチェーンチェーン。もう私はお部屋を全部黒みか計画してる。そしてあのはい、一松犬ごくろみと、あ、一松犬でごくろみと一松犬で、私のお部屋は構成されております。そう黒みか黒みけ計画着々と進んでます。そう、お家をもうすべて黒みにする計画、あとマツケン計画もかなり遂行されています。もっちゃん、そうなんかさ、あのナイトクルーズあるじゃん。ナイトクルーズがもしもさ、衣装じゃなくてさ、衣装じゃなくて私服だった場合に着ようと思ってるお洋服が届きました。マツケンとクロミ似ても似つかんくなる。いや、ほんまよ、このちぐはぐさがたまらんの。子供に一番人気はやっぱりイチゴやった。だよね、そうなんよ。うわ、抹茶金時ね、宇治金時とかもね、大人だよね、それはマジ超大人。でもなんかさ、ツーな感じせん、みぞれ頼んだら。ロイヤルミルクでかき氷めっちゃ美味しそう。チョコミントかき氷は早く食べたい。でもさ、めっちゃ嬉しいのが、私がチョコミント好きっていうの聞いてさ、みんながさ、ファンの皆さんがなんかチョコミント見つけたよとかさ、今日はチョコミント食べましたとかさ、チョコミントをストックしましたみたいな、もうさ、なっちゃん通信で送ってくれるけんめっちゃ嬉しい。待って、開かない。私はもうあの大陸したいで。俺の推しメンのサムタキシードサム好きなの。おお、だるまちゃんがスライディングしてきた。山勝さん、だるまちゃんありがとうございます。なぜなにくんばら、ありがとうございます。え、めっちゃかわいい。え、めっちゃかわいいわ。レロレロレロー、超かわいい。レロ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 ー、かわいい。まあ、ちょっとあの一瞬だけちなみせよ、こんなやつ、あ、やばい、こんな色かわいい、めっちゃかわいいです。もしもあのナイトクルージングが私服だった時に来ます。山の山さん、
レインボースター文吾さんバラありがとう。水色、そう水色です。私服の可能性あるんやって、なんかさ分からんの、まだ何も何にも聞かされてなくて、もし私服でもさ、前回のさ、前回の淡路島の感じもさ衣装っぽいよね、衣装っぽいな。じゃあいつ着よう、いつ着るのっていう話だね。あ、これをバーベキューの時に着てもいいんだけど、ちょっとこんなパステル水色は汚してしまう可能性がすごい、汚してしまう可能性が 150% ぐらいなんで、タレで。あら、ありがとうございます。なっちゃん最近なんかいいことあった？って、悪いことは起きてないので毎日いいことあるかもしれない。毎日が平和なこと、あ、ロックショットとかあるから衣装、あ、衣装かも、衣装、衣装っぽい。パステル水色って自分で言ってますやんって。あ、これがね、これがそう、買った服がパステル水色だから、これをバーベキューに着ていくとちょっと絶対汚すんで無理か。もずくちゃんの握手会、多分もずくに握手すると噛まれます。ムーさんもそういますよ。こんばんは。衣装なんで白セーラーが希望。え、似合う似合う、ありえるありえる。そう、バーベキューはタレの色、タレがついちゃう可能性大なんで、タレよりも濃い色の服を着ましょう。はい、あ、確かに淡路島はステージがあったから衣装だっただけかもしれない。だからクルージングは、だって衣装ってさ、正直あ、でも、まあ、動きやすいか。ベレー帽の姿好きです、めちゃくちゃ可愛いって嬉しい。え、そうなんよ、なんか夏ね、なんかさ、夏の素材のベレー帽ってさ、どこに売っちゃう。私さ、アーシャのさ、アーシャでかぶっとるみたいなさ、真っ白のさ、なんかサマーっぽいさ、なんか夏にもさかぶれる素材のさベレー帽探しちゃうんやけど、そういうのって売ってんのかな。制服で着とるやつさ、なんか合皮みたいなやつやけんさ、めっちゃ暑いんだよね。鼻もず、夏用、夏用が欲しい。あっという間に、あっという間に20時になりましたね。じゃあじゃあ、え、超パニックにあった気がする。マジ超パニックか、広島パルコあるっけ、超パニック。こう、キッズ、アウトレットね。アウトレット。シャオパニック。うわ、この前行ったのにミーやったわ。多分よ。でも確かに、シャオパニックあったかも。ブン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 。
サマーニットのベレー帽がヒットするねって。え、そう、サマーニットのベレー帽探してんの。でかっでかー、なんかこう見たらクロミちゃんでっか、このでっかでっかクロミちゃん。もう7月終わっちゃいます、早いもので。それでは4月ももう終わり、8月がやってきます。もう7月で夏は終わりにしてもいいのかなって思うんですけど、8月からが夏本番だそうです。それでは皆さん夏本番盛り上がっていきましょう。待って、なんかめっちゃ飼い主やばくないみたいな目でこっち見てる。懐かしいね、この曲。ララ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 ラ。
ジャングルスデイズを聴いていただきました。いい曲だほんまに。なんか今年のさ、今年の夏あれじゃない、フェスとかではやっとるかもしれんけど、あれだよね、サングラスデイズ去年が夏のツアーでたくさん聴いてたからっていうのもあるかもしれないけど、今年の夏はサングラスデイズが多分これで、これからいっぱいフェスであるかもだけど、サングラスデイズがちょっと私は足りてなかったのでちょうどよかったです。イエーイ。花だれでもねやってたんだけど、季節感によりあのサングラスデイズが、わ懐かしい、そうそうそう、浮き輪持ったり、あの水鉄砲、アヒルの水鉄砲持ったり、いろいろしましたね。懐かしい懐かしい。ピンクの浮き輪持ってたや、肩から。めっちゃ楽しかった。あれラーンラーラーラーンラーンラーンラーラーラーンラーンラー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 ンラーンラー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 ンラーンラーラーラーン。うわ去年やばい、ガールズルールは夏すぎる。ガルル、え、ちょっと歌おう。ガルル、ガールズルール、めっちゃ楽しかったあれ。ガールズルール、ジミニーさんのサックスもまたよかったよね。盛り上がっていきましょう。この曲だー。海岸線をバスバス進む、空は高気圧、これが最後の夏だから、部活のメンバーと思い出作りの合宿、全開にした窓から潮風に乗って、
かるすかれを好きになって一緒にいつも泣いたり喜んだり ガールズルール盛り上がるわ。去年のツアー懐かしくなって亀子写真見返したくなってきたって、いいねいいね。喉乾きましたって、喉乾いた、ありがとうみんな、ミラーボールペンライトありがとうございます。めちゃくちゃ綺麗だった、夏来たね。あ、カクテルありがとうございます。あ、お昼は七並べ、ありがとう。そうそう、ちょっと七並べしたんよ。対戦ありがとうございます。七並べも一押しガチャよろしくお願いします。ドゥルルドゥルドゥドゥ、あのね、夏のツアーの、夏のツアーといえばやっぱりガールズルールがいっちゃ盛り上がったよな。ギャルズルー、ヘイ、どちたん、なんか飼い主がいきなり大声で歌い出したけんさ、なんか果てみたいな、なんかすごい不思議そうな顔してるもっちゃん。はい、違ったね、上に上げてほしいとかそういうわけじゃなかったんだね。ちょちょちょで、なんか引っかかった。わっ、朝の空を見上げて今日という一日が、ワンコモズクも歌うかモズも歌うか。夏のツアーでもやっぱり去年の夏のツアーといえばやっぱその曲かな。え、青春のラップタイムってさ、その時の曲だっけ。あれ、青春のラップタイムって何でやったんやっけ。7周年、あれ、え、なんか青春のラップタイム、え、これって何でやったっけ。結構最近の記憶、あ、つい最近とか、そうじゃん。君との約束を、原点の曲だ。忘れたわけじゃなく、バスケの練習で遅れてしまったんだ。彼女を
歌詞を忘れてきている。でもこの曲もめっちゃ夏曲ですよね。携帯かけるより渋滞のバスより君が待つ場所まで走る方がいいさ。それでは続きましても夏曲、さっきコメント欄でいただいてた真夏のサウンズグッド、いいね。この曲聴くと夏って感じする。サンオイル背中に塗ってと水着の上外しながら
ーでやったっけ、やったっけ、なんか今すごい2期の昇格ツアーでやった記憶がなんか蘇ってきた。うんうん、ダダダダダ、結構この曲ダンス激しいよね。次のステップへみたいなような。進みたいな恋のカリキュラム。なんなんなんなるほど。ここのが騒ぐよ。去年よりも僕は本気になる。イエイイエイイエイ。真夏のサウンズグッド、いいね、グッドだね。こんばんは。トゥディドゥトゥルトゥルトゥトゥトゥルトゥル、アキチャさん、え、私のお母さんもアキチャさんめっちゃ好きだった。アキチャが可愛いってめっちゃ言った。アキチャ可愛いよねってお母さん言ってたわ、テレビで。 AKB さんみたい、気が合うね、絶対お母さんと気が合うよ。そう、そうです。高城亜希さん、そうねよ、亜希ちゃんさん、ちゃおたっていう、かわいい。お母さんちゃおたです。こんばんは。何歌おっかな。それでは花は誰のもの公演からこの曲をお送りします。夏のスキャンご用心、サマータイム、サマーが幻想、どうする、まるで子猫ちゃんみたいにしゃがんで子持ちを見てるけど、きっと呼んでも来ない、話したって関わったって雨の晩、それでも気になってしまう、なぜか無視できないんだ、まさかこれって恋かな、そんなわけない、やめてくれ。夏の隙間ご用心、ただの蜃気楼を暑さに棒を止まった、さあ隠さ、いつもならば冷静に判断できるのに、ギラギラと照りつける太陽に誘われて、雨なんだか変、近づく僕も近づく、あー危険、理想のタイプと違う、
やってねていつかやってみたい。ポンコツだね、期待。いいね、この曲いいよね、めちゃくちゃ好き。なんか私さ、なんてやろ、ちょっとなんか夏メロみたいな感じの曲が好きなんだよね。こういう曲のジャンルって何なんだろう。そう、こういう曲調好きなんですよね。夏メロみたいな感じの曲が好き。結構ジャンル的にはさ、なんか昔の曲っぽい感じじゃない？理想坊のタイプと違う違う、なぜか無視できないんだ。 Is this really love?涙の湘南、うわ、なんかめっちゃ題名聞いたことある、絶対好きやと思う。もう涙の湘南ってもうあの題名から好き。題名から好き。トロロ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 ロ、おバカ曲って言ってんの、なんで。ポンコツだね。なんでなんだろう、365日の紙飛行機がすごい、ショールームのカラオケの人気ランキングに上がってる、すごい。呼んだって。涙の湘南っていう AKB さんの曲よね。トゥ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 、あ、そうだ、ノアピが毎日歌っとん、365日。365日の紙飛行機。朝の空を見上げて、今日この願いから消えたら、みんな合せなのに何のためるのだろう。地球
会いたかった公園でニットなんじゃん。へえ。じゃあねえ、いつか花垂れ公園でないかねって思っちゃうよ、愛の重さ。早く入ってやってみたい。この曲マジで、ね、この曲もなんかちょっと一昔前の曲調じゃない。大好き。盛り上がっていきましょう。ミラーボールがめっちゃ似合うよね、この曲。僕の理想像、こういう君でいてほしい。勝手に描いてた腕に抱くこともせずに、愛の重さ初めて分かったよ。君の気持ち背負ってみて知った。心が痺れるくらい、なんかまるで世界担ぐような重さ。今の気持ち何と比べてみればいい。無責任に愛した頃は軽々と持ち上げてた。え、ミラーボールって重たいかな。イエーイ、ありがとう。みんなミラーボールめっちゃ似合う。この人は君を守りたいと思い始めて、その存在が大きすぎて躊躇してしまった。ちゃんと考えなきゃダメ。気持ちなんかどう違う、思いとか客観的判断できないよ。心が消されるもの、君を失いたくない。だから僕は強くなる。どんな涙だってくぐってあげるよ。人を愛す、そう限りなく思い、愛の重さ初めて分かったよ。心が痺れるくらい、なんかまるで世界担ぐような重さ。今の気持ち何と比べてみればいいのだろう。無責任に愛した頃は軽々と持ち上げてた。おえ、リコチも同時に歌ってた。歌いたくなるよ、多分この時間。わあ、ミラーボールありがとうございます。すごーい、ミラーボールありがとう。いいね、最高です。
最高でーす。ミラボーミラボー、すごっ、めっちゃタイミングバッチリじゃん。パチ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 、やっぱ盛り上がりますね。やっぱ最新曲は盛り上がりますね。次披露ってなったら、次披露ってなるのは新しい公演かね、ぽいよね。最新曲をやっている流れだけど封印してるのは多分そういうことだよね。そういうことだと思う。こんばんは、こんばんは。改めましてみんなこんばんは。リコチと同じタイミングで歌ってたのは運命を感じた。すごい、ありがとう。ペンライト、おハート、ビラボール、ありがとうございます。音符もありがとう。バラ、ありがとうございます。真実は後で明かされるもの。てれれれ、て今思ったけどさ、マイオリタでさ、ひらひらとマイオリタでマイって入っとるのめっちゃいいね。今さらだけど、今さらだけど、そこはマイキューさんが歌っとるのめっちゃいいね。めちゃめちゃいいね。人は本気になれば何でも動すことができる。火事場のバカ力そう。ここの歌詞が超好きね。絶対狙っとると思う。キャチャン、ありがとう。瀬戸内に舞い降りたのは安い。やばっ、ひらひらと舞い降りた。舞い降りとるやん。素敵すぎる、素敵すぎる、素敵すぎるやないか。ひらひら舞い降りた。8月8日のチャーミングトリップのチケットも受付中なので、チャートリもめちゃくちゃ久しぶりの、久しぶりの公演ですので見に来てください。しかもフルでのチャートリの、チャートリフルでの公演ですので、なかなか珍しいんじゃないかなって思う。課外活動ごとのフルの公演っていうのはかなりレアとなっておりますので、よろしくお願いします。ぜひ見に来てください。8日のあちゃん、チャートリーなっちゃん初めてやった。初めてかはどうかはどうやろうって感じ。初めてかどうかはまあでも超久々です。超久々、もう初めてと言っていいほど久々のフルでの、あのなんかあのユニット対抗のやつみたいなのは、出たことあるけど、フル公演は久々かも、超久々なので初めてっていうぐらいの気持ちで頑張ります。ニコ、頑張ります。
新章なっちゃんチャートリ初。でも確かに新章の新章のチャートリ公演で着るのは初めてかも。新章、うん、あのツアーで来たのが初お披露目だったんで、新衣装でチャートリ公演は初です。やけんあの衣装で何曲もバキバキに踊るっていうのは久々。その何周年の時、いやんチケット取ってよかったね、ほんまに。まだ取れるんでみんな来てください。そうリネタンがあの遺跡マイカ遺跡前のラストになるのでよろしくお願いします。まだまだ受付中でございます。みちさんの卒コンだ、それだ。テクさんバラありがとうございます。それだ、みちさんの卒コン以来です。あの緑の衣装皆さんは覚えているでしょうか。この曲のつながり方神かもしれん。ねえ君は覚えてるだろうか、慣れてきてしまったあのステージ、そうメンバー気づいていなかった、恵まれた周りにあの
やーい。おー、パチ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 、みんなありがとうございます。君は覚えてるだろうか。ママメミマママミミママメメママモモモマ。じゃあもうそろそろね、配信も終了しようかなと思います。じゃあ21時までしようかな。それではじゃあ最後の最後の最後の曲はこの曲で、やっぱり締めと言ったらこの曲でしょう。それでは盛り上がっていきましょう。ペダルと車輪と来た道と、一体誰のために走り続けてるのか、ふと疑問に思って立ち止まりたくなってしまう。こんな辛い思いしてどこへ向かっているのか、わからなくなる。平坦で楽な道とかあるだろう。くじけそうな時には風を味方にして、背中を押してよ。ペダルこいでまま赤車輪の分だけ夢に近づけばいい。呼吸は乱れて汗が溢れ出す、急な坂道は続いてる。もっともっと先へ、そろそろこの辺りで足もついてしまおうか。弱音も吐きたくなる、もうこれ以上走れないよ。僕たちの自転車はなぜに急いでいるのか、ただがむしゃらに理由聞いたとこで何になる。目指してるゴールはいくつの谷と山を越えればいいのだろう。ペダル止めて休んだ車輪の分だけチャンス遠ざかるもの。太陽は沈み星が輝いて、明日のその道を照らすよ。次はございます。わー、ペンライトありがとうございます。はい、というわけで明日は花だれ公演よろしくお願いします。皆さん明日の、明日の髪型どうしよう。明日の髪型はちょっとマイハさんに、マイハさんに聞いてみますわ。明日、明日の髪型何がいいと思いますって何絶対
えー、って言われる、みたいな。どの髪型がいいと思いますって聞いてみます。こんばんは。なので皆さんそちらもお楽しみに。え、ハシビロコウのアバターじゃん。はい、なのでまた明日髪型アレンジが終わったらちょっとインスタのストーリーとかで今日この髪型です、見つけてくださいねって載っけるのでよろしくお願いします。楽しみにしていてください。配信でもぜひ見てくださいね、皆さんよろしくお願いします。可愛いからすぐに見つかりますって絶対見つけたのこんばんは。それではもうそろそろ男女読みましょうかね。私の横でもじゃもじゃが寝てる。かわいすぎん。見て、私こんなにさ、私こんなに大声で歌いよったのにさ、私の横にさ来てみて、これかわいいモップちゃん、もずく寝てますちなみにこっちが頭です。よう寝とる。もうさっきまでずっとねピョッピョッコラピョッコラ遊びよったっけ。はい、というわけで皆さん今日も一日ありがとうございました。前後左右分からんやろね。私の方に足を向けて寝てます、お尻向けて、ね、一緒に横になりたくなるね。なんかさ一緒にさ、なんか横で寝たら可愛いんじゃけど、まだそれをね成功したことないんですよね。意外とあのパーソナルスペース大事にするタイプやけん、もっちゃん珍しい。こんなに近くで寝てくれたの初めてか。じゃあ小声で多分熟睡してるんで大丈夫だと思います。男女見ます。13位おいもちゃんありがとうございます。12位せんやさんありがとうございます。11位ジョージさんありがとうございます。10位サージカルさんありがとうございます。9位ハイキーさんありがとうございます。8位トロッキーさんありがとうございます。7位ブンゴさんありがとうございます。6位ジトクさんありがとうございます。5位山形さんありがとうございます。4位にじりんごさんありがとうございます。3位山猫坊主さんありがとうございます。2位山の山さんありがとうございます。そして第1位一粒の麦もしさんありがとうございます。はい、というわけで皆さん明日は花だれ公演よろしくお願いします。マイハさん卒業公演ということで、いつもとは違う卒業セレモニーもありますんで、そちらもお楽しみに。そこでね披露した楽曲ちょっとまた明日歌えるように、もうすっごい今もう口ずさみそうでもうやばいんで、ちょっと明日何曲か歌いたいと思うんで本物の月末末のカラオケもお楽しみに。ちょっともう明日あの曲が歌いたすぎる。それではまた明日の公演で会いましょう。それでは
配信最後のあっち向いてほい、いきますよ、せーの、あっち向いてほい、うえーん、今日も一日ありがとう、おやーん、月末カラオケ今月も楽しかったです、ありがとうございます、おやすみなさーい。